九条美雪家は、江戸時代初期の区家、藤原四節官家九条流の九条家の当主。関白、左大臣に上った。署名は田田秀で。また一時名として、とも。天正十四年、九条金隆の子として生まれる。母は、県大納言、高倉久氏家の娘、広子。天正十八年2月21日、5歳で元服と、共に、 生後位した左この江少将に助任され、以後も昇進を続ける。高架は理発で、同年1月雪が降った際、雪降れば、鳥がすくみて、枝にあると呼んだ。祖父の九条種道はこの孫に期待をしたらしく、源氏伝授を息子の金高ではなく高架に伝授しようとした。しかし、種道と高架の年は79も離れていたため、鴨社の鴨物なおひさに、返し伝授を託した。 直久は、種道の願いを叶えて、元画5年、高下34歳の時に、源氏さんが秘訣を伝授している。さらに、この秘訣は、完成12年に後取り息子の救助を同房に、受け継がれた。性質には、豊臣秀勝の娘、寛氏をめとり、武家とも良好な関係を持つ。なお、この高度に政治的な婚姻を仕立てたのは、豊臣秀吉の未亡人の淀ド伝である。 さらに竹母、孝が徳川秀忠の性質として再化したことから、徳川将軍家五代所の婿という隕石関係となり、朝廷と幕府の仲介役としても貴重な存在となる。幕府の後援もあり、慶長十三年には富士市長者となり、関白職に任ぜられた。同十八年に一旦辞職するが、現那五年再び関白となり、義枚。 徳川和子の時代に尽力した。寛永八年うる十月二十一日十六歳の時に名を高下と改めた。また、東西両本願寺に娘を嫁がせており、両党の平立を後ろ盾とした。寛文五年皇居。去年八十。法名はおもんみ尊ん,んありがとうございます。